僕が生まれた、ある程度育つまでは戦中戦後でしょ、戦中戦後で僕は北海道生まれるので、そうですね、うん、北海道から、来て写真学校に入って、写真家になったら何ができるの、と思って親父に写真学校行って写真家になりたいんだけどって言ったら、おいいよ、いいんじゃないかってなり、これから写真学校に入る。写真撮るときに後ろじゃなくて顔もそうですけど、お金があって豊かな顔してるって別に魅力ないんですよ。はいはいはい、そうですか。闘争心を持ってるとか、魂がしっかりしてるとか、そういう生きるための戦う闘争心とか、ものを考えてる顔かとか、モデルの撮影と普通のそういう職業人の撮影と根本的に違って、職業人の場合というのはそれが、作られたものじゃなくて、もろに出ちゃうということですかね。私はね、いつも喋ってることがありましてね、顔の悪い人、顔いわゆるたるんでると言いますかね、緊張感のある人、それから姿勢の悪い人、声の出ない人、これはもうビジネスで絶対成功しない。役者の条件ってのありますでしょ。1声2顔、3姿だったってのが、声って演技した時に、声が良くなかったら、役者としては舞台やろうが写真として映っても、やっぱり声ってのが説得力があるってことなんですね。そうですね、うん、仕事の9割になったら声の力で決まるっていつも言ってあるんですよ。声の出し方そのもので、その人の品質とか教養もにじみ出るし、おいしそうな時にやってるんですよ、研修する相手。そうするとね、40年になってこんなやるんだ意味がないとか、やっぱり反発ありますけどね、私はそれ必ず推しとしちゃうんです、声とかそういう姿勢とか、あるいはことはだんだん誰も注視しなくね、なりますよね、40、50になって言いづらいですから。で、僕らの役割っていうのは嫌われ役ですから、その代わりこれをやればこうなるという処方箋を示せればいけませんので、言うからには自分の原稿一致でやらなきゃいけないと、それから続けてますからね。やっぱり続けてやってることは自信を持って言いますね。それぞれの人生危険になったこと、世界を旅するために写真家になろうと決意して写真家になれたので、最初の頃に やった仕事でお花の撮影したの。お花を生けば、そうですか、雑誌でお花を生けて、かぶりをかぶってじーっと見たら困ったんですよ。どういうことですか。いらない線がいっぱいある。上に言わせると、その定点でピャッと割って見ると、あそこの線はいらない、この花はいらない、このまま撮ったら汚い。じーっと考えたんです、かぶりの中でどうしようかなと。先生、ハサミ借りていいですか。まさかの。ハサミ借りていいですか。あ、どうぞってくれたんですよ。編集者が、栗上さんっての、俺まだ若造だし、編集者が栗上さんって怒ったの。いらないと思ってた枝をチョン、チョンと。うわー、すげー。みんなこうやって動きながら見て、うわー、綺麗って言ってるんですよね。それでバシャッと撮ってよかった。それで僕はね、開眼したんです。いらないものは排除して欲しいものだけ写真を撮ればいいんだってことと、言いたいことがやっぱりちゃんと言えばいいんだ。なるほど。それ何歳ですか。27歳かな。カメラマンになるんだったらやっぱりちゃんと言いたいことをきちっと言って、何がいいかっていうのをやっぱり自分でこう見る目を養ってるのか、ちゃんと最初に自分でもそこのところポンとスタートできたんで、それからやっぱり自分の眼を通せるように。それは大きいですね。写真撮るためにセッションをする、それでやっぱりいい花を撮るっていう、マニュアル通りにやっちゃうと個性も何も出ないですよね。写真なんてマニュアル合ってないよね。なるほどね。それだけ自分独自のオリジナリティがね、自分のオリジナリティを作るために勉強して戦ってる
気がつくまでに結構時間かかるんですよ。ああ、そうか。自分のオリジナリティが作られるためにはどうしたらいいんですかね。何が美しいかと思う見る目を持つってこと。道をたまって歩いてて道端に咲いた花を美しいと思わないようじゃダメだ。日常生活そのまま感受性を持って感動するとか、うん、美しいのを見たり喜ぶとか、そういうのがないとダメなんでしょうね。ああ、それの繰り返しで学校で教わったのではない認識が生まれて感性が育つ。写真を撮るということは感性以外にないですよね。感性ね、うん、人に対する思いやりが根底にあるんですかね。思いやりという言葉は使わないで、うん、愛おしさって。愛おしさですか。革ジャンなんか一番こうシワとか、うん、艶とかが出てきて美しくなってきてるんですけど、それはなんで美しいと感じるかっていうと、やっぱりだん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 形がこう馴染んでいく。その人らしさがそこに出てくる。出てくるから、うん、そういうことをやっぱ美しいと思い、うん、やっぱり愛おしさ。愛おしいと、いい言葉ですね。人を愛するってことは、はいはい、その人を愛おしいと思う瞬間がいっぱいあるから、はいはいはい、好きなんですよね。正直にだから自分のありのままに姿を出していくという、これ難しいね。難しいね。でもありのままの姿を 出さないと生きることも辛いですよね。そうですよ、かっこつけてもう背伸びばっかりしてますから、もちろんかっこつけるのは嫌いじゃないんですけど、かっこつけることも大事だし、はい、うん、いいんですけども、かっこつけながらも一生懸命頑張ってるその人の姿、あ、その人のありようをやっぱりが受け入れられて楽しいならないと、その人のことを本当に理解はできないかな。感性というのはだから学問的なものではなくて、なんか、まあ、俗に言う優等生的な人が感じるものじゃなくて、過去によってやっぱり挫折とか劣等感を体験して、はいつばってその苦しんだという、そういう人がなんか感じ取るものなんでしょうかね。そういうこともありますね。僕はあの経験から言うと、20代の一時期はやっぱり死んだ気になって仕事に夢中である、ひたむきに取り組む、一時期そういうものがあってもいいんじゃないかと思うんですよね。だから僕のは意地と反骨と執念というのがキーワードなんです。それはもうね、だけどそれは今も忘れてはいけないと思ってます、その気持ちは。現状に満足したら終わりですよ。終わりですね。コロナ後であの、まあ、研修が各自中止になっているけども、受講定員が30名と、総合に対して5人と6人しか集まらない、それでも格が1人でも2人でもいれば自分の役立つものや、まあ、それやってやろうという、そういう気持ちでますね今。人がそこに集まるということは、さまざまに異なって意見を持った人間いるから、それから逃げないで人とぶつかれと、格闘しろと、議論で格闘しろと。だからそういう中で僕はあの態度変容の教育とやってて、自分はこれじゃいけないんだと気づくことは知識じゃ気づかないと思うんですよ、いくら当たっても。だからショックを受けなきゃだめ。ショックを受けるためには自分より素晴らしいやつを出ようと、素晴らしいやつを 見たら逃げるんじゃねえと、どうしたらああいうふうになれるかということを一歩でも考える。で、低いレベルの低いやつにそれ安心したらお前それで終わりやな。ショックを与えるのが僕は教育だと思いますけど、人間ってそんなに変わらないから。そうですね、変わらないもんだし、僕はやっぱり世界を旅をして仕事でいろんな国行って、いろんな人と接しに来て、それでどん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 自分の考えを作ってきたので、やっぱりそういう仕事で身につけるっていうか、教わってなんとかなるっていうものでもないし、実際ずっと現役でやられてると思ってました。そんな先のことを考えたことないこと、それよりも今
その都度その都度30代の30代の頃に今目の前にある自分に対する問題、この仕事をこう求めなきゃいけないとか、誰それと接触しなきゃいけないとかっていう自分の身になって、そう、経験を積むっていうこと、簡単に言えば経験を積むってことなんだけども、切羽詰まったっていうのは大事ですよね。仕事楽しいですよね、先生。もう楽しんでますよ。遊びだ、仕事遊び。どんな場合も仕事は遊ばないと、そうですね、遊びとしてか、自分でエンジョイしないと、大真面目で深刻な大変だ大変だって思ってたら、いいものも生まれないし前に行かないし、あそこの境地になるためには、まあ、ちょっと苦労しますけどね、舞台の役者も、はい、やっぱりちゃんとしたセリフがあって、うん、その通りにやればいいんでしょうけども、やっぱり切羽詰まってやるから面白いものができてくるわけですね、きっと。やっぱり視野が広いですね、先生が教えていただきました。ありがとうございます。ご苦労を申し上げます。